ひなの避難所、ひなひな。世界のお姉さま、お嬢さま、おはようございます。ひなです。本日はこちらアンディシャルパンティ様のスマイル4東北ケークフルマーズワソートフレーズ味をいただいていきます。こちらでおうちカフェ楽しんでいきます。こちらは母の知り合いの方がサプライズでくださったんですけれども、もともといちごのお菓子を探されていた時に私の好きそうなものがあったので多めに買っちゃいましたとくださったそうです。ありがとうございます。中がすごいんです。全部いちごはもちろんのこと、はい、とりあえずこれかわいいですよね。そしてこのスペースに入るフィナンシェ1個分の費用は東北支援として各調理学校に奨学金として寄付されるそうです。お菓子をいただいた方は美味しい思いをできますし、支援された方もね少しでも助かるので、お互いウィンウィンな心温まるお菓子です。アンディシャルパンティ様がこんなハートフルな活動をされていたなんて知りませんでした。そして詳細はこちらのチラシの方に載っております。お菓子でできる東北支援、微笑ましいです。そしてもちろんこの中に入っているお菓子も本当に美味しそうなんですよ。宮城県産いちごを使ったケークフルマージュアソートフレーズ、ケークフルマージュフレーズとフィナンシェとマドレーヌが入っております。お菓子をあえて1個減らしてその分を東北支援に。それでは本日はこちらのお菓子でいつものカレルチャペック様のショートケーキティーとともにおうちカフェを楽しんでいきます。それでは1個ずついただいていきます。そういえば前にもこの方にこのアンディシャルパンティ様のお菓子をいただきまして、その時もとっても美味しかったので、私アンディシャルパンティ様のお菓子といえばこの方にいただいたお菓子で初めて口にした記憶がありますので、今回もいちごのお菓子楽しみです。こちらは何だろう。すっごいいい香りがします。さすがです。この香り好きです。このアンディシャルパンティ様って開けた瞬間に香り高いアーモンドの香りだったりとかバターの香りだったりとかがもうふわ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 と香ってきて、いただく前から幸せな気持ちになります。こちらのフィナンシェたちはいちご味がついているわけではなくて、おそらくこのケーキがいちご味ということだと思います。もうこの表面にいちごがかかっているといったこのデフォルメでテンションが上がります、いちご好きとしては。それではこの3種類をいただいていきます。とっても美味しそうです。そして例のごとく寝起き声なので、まずは紅茶からいただいていきます。いただきます。もうこのカレルチャペック様のショートケーキティーが今年は再販されることなく水出しの紅茶が発売されてしまいましたので、望みはないのか、もしくは秋頃に何かスイーツ系の紅茶が出てくるのか。でも秋頃といえばいちごよりもモンブランとかそのあたりですよね。生き返ります。とっても美味しいです。それではいちごのお菓子をいただきます。もう4月も終わりです。私結構月末におうちカフェをすることが多いと思うんですけれども、今回もサクッと1ヶ月を振り返ってみようかな。やっぱり美味しいです。この口に入れた瞬間バターがふわっと香ってきます。そしてこのしっとりとした生地、何かコツがあるのでしょうけれども、家庭ではなかなか作れないなと思います。そう、私お菓子を作るときレシピをあまり見ないので、まあでも最近ちょっとちゃんとしたお菓子を作りたいなと思ってレシピを読んでいたら、やっぱりいつものやり方とは全然違って、このひと手間が美味しいお菓子を生み出すのかなと感じたりしております。そう、サンリオ総選挙に先駆けて来月はお家でマイメロちゃんカフェなど開いてみたいと思いますが、マイメロちゃんカフェは全国にあるのでウィッシュミーメルちゃんカフェをあえて開くのもいいかなと思うんですけれども、何せウィッシュミーメルちゃんの食器がないんですよ。サンリオさん作ってください。そしてですね、他のユーザー様もおっしゃっているんですけれども、サンリオ総選挙って結果が1位であれ結果が10位であれ結局ファンの人数ではないので、そこまで気にしないで
お祭りの一環として楽しめればいいかなと思うんですけれども、やっぱり順位って気にしちゃうんですよね。なんででしょうか。だってですよ、マイメロちゃんファンが10人いたとしても、その中の1人しかお買い物していなかったとしたら、それだけの票数になりますし、だからって他のファンがたとえ1人しかいなかったとしても、まあ1人というのは極端ですけれども、1人しかいなかったとしても、その方が選挙中、例えば毎日お買い物していたとしたら、その1人しかいない方のキャラクターが上位に行くんですよ。そういうシステムなので、本当にサンリオ小選挙は結果を気にすることなく、多分会社さんも気にしていないので、こうして最近はミッシュミーメルちゃんの出番も増えてきていると思うんですけれども、ミッシュミーメルちゃんのカフェシリーズもちょっと地元のサンリオさんに行った時はちゃんと探せていなかったのか見つからなかったので、また他のサンリオさん店舗とかに行って、ミッシュミーメルちゃんの球児さんの格好のしたグッズをお迎えしたいなって思っているので、今回はちょっと原稿を用意していなかったので、4月を振り返る手帳を見ながら振り返ってみたいと思います。あー、そうだ、4月は好きなことをして、好きな服を着て、好きなものを食べて、そんな幸せがギュギュッと濃縮された1ヶ月だったんですよね。とりあえず私はスイーツをいただいていきます。いただきます。好きなものを食べたといえば、モンロワールさんのチョコレートはもちろんのこと、ジャックインザドーナツさんに行った回数がすごいです。何かの動画の中で言ってましたけど、今回のいちごフェア全制覇しましたので、いちごドリンクだけが制覇していないんですけれども、いちごドリンク制覇したら本当に今年のいちごフェア全制覇なんですよ。ただ結果的に全制覇した結果、私は定番のあのフレンチクルーラーのような生地の中にクリームチーズが入っていて、そしていちごのチョコレートのかかったあの定番のいちごのドーナツが一番好きかもなって思いましたが、でも限定も本当に美味しくて、実は限定もリピートしたりもしております。レアチーズといちごのやつが好きです。オールドファッション、チーズとイチゴが一緒になったら最強ってやつなんですかね。純粋なイチゴも好きなんですけれども、やっぱ想像つくんですよね。しっとりしていて美味しいです。もうそうして好きなことしまくりました。何せ4月は推しが充実しておりました。スパイファミリーのミュージカルだったりだとか、あと最近だと宝塚グラフという雑誌の中に和尾洋華様の三木本コスメティックス様の広告記事が載せられていたりだとか、推しがとにかく充実しておりましたし、4月からは天海祐希様のドラマも始まりましたし、私は見逃し配信で動画で見るので、ゴールデンウィーク中に見られればいいなと思うんですけれども、ただいま実は16連勤なおなので、まあ見られるのは5月入ってからかなって。推しが本当に充実しています。マギアレコードさんの方はまさかのミスドちゃんがメインで出てくるイベントが始まりましたし、もうそんなわけでも久しぶりにがっつりマギレコさんもプレイしております。ミスドちゃん出てくるわ、朝香マナト様のミュージカルに行けるわ、和尾洋華様は雑誌に出られていらっしゃるわ、でも推しが充実しまくりました。そして隔月で開催されているダンスイベントは4月はなかったので5月に行ってきます。チケット確保したのは4月なので、やはり推しが充実しております。そして好きなことをたくさんしましたというのは、まあ、頻度低めではあるんですけれども、小説も更新できましたし、イラストも描きましたし、動画だったりとか声の表現だったりとか、そういったことも充実しておりました。動画を出す方面はやっぱり編集の方も日数がかかってしまうので、頻度からしてはそうっていった雰囲気ではなかったんですけれども、動画や声の表現も4月は充実しておりましたし、あともう好きな服をたくさん着ましたというのは言うまでもなくです。外出の機会があった分、好きな服も頑張ってきました。そして結構料理も意外とやっていたんでしょうね。あとですね、好きなことをしましたというのは、大好きなお友達様と魔法少女マドカマギカのイベントに行きまして、そのイベントでマドサヤちゃんごっこを楽しんだりだとか、そういうことも楽しかったです。それでは次はマドレーヌをいただいていきます。こちらのマドレーヌの方もとっても美味しいです。やっぱりフィナンシェと雰囲気は似ているんですけれども、口に入れたら全然違います。フィナンシェの方はアーモンドがよく効いていて、マドレーヌは乳製品や卵がよく効いております。
ああ、そうそう、そして4月は井上聖光園様のオリーブオイルを使って料理したことが本当に多くって、とっても美味しかったです。前回の動画の概要欄にも書いていたんですけれども、追加でまた発注しまして、蜂蜜と、あと結構ノーマルなオリーブオイルが近日届きますので、またご紹介したいです。推しが充実していたという話に戻るんですけれども、窓マギのさやかちゃんと京子ちゃんのフィギュアついにお迎えしました。まあそちらは5月の頭のまたお迎え編紹介みたいな動画をさらにまた出したいなと考えているので、そちらで紹介したいんですけれども、本当に可愛いんですよ。ただ事情があって今回マミさんは見送りました。そう、マミさん夏のとある企画の時にお迎えしたいなと思って、今回はお楽しみを取っておきました。でもマミさんもとっても可愛いので夏が楽しみです。あ、そしてですね、その窓マギのイベントに行ったこともそうですけれども、ついに4月29日アニメイトさんの窓マギフェアが始まります。推し中やばくないですか。本当に今回はゴールデンウィークを彷彿とする御嶽原ちゃんの限定書き下ろし衣装がとっても可愛くて、とりあえずさやかちゃんも絶対にお迎えするとして、京子ちゃんとまみさんはどうしようかなって考えておりますが、ただ将来的には何かのシリーズで御嶽原ちゃん全員揃いたいんですよ。一番の有力候補が先ほどお話ししたフィギュアなんですけれども、最新の推し供給といえば宝塚グラフさんの三木本コスメティックス様の和尾洋華様のページです。和尾洋華様ってほんとホワイトもすっごい似合うんですよ。もちろんモノトーンを着られていても神々しさが引き立つんですけれども、もうホワイトというちょっと神聖な色を着られていらっしゃると、もうまさに神聖さ増し増しというか女神様といった雰囲気で、中の三木本コスメティックス様の美容液をご紹介されている文章も語彙力が本当に天使なので、私も本当に怒られることを言いますと、その1ページのためだけに今回この雑誌を買ったんですね。でもその1ページのためだけに雑誌を買うというこの全然お得ですし、その1ページがもう何千円何万円の値打ちがありますので、皆様も気になった方は宝塚グラフ5月号を購入されてみてください。もう実は言ってしまうと青陽花様のインスタグラムの方でそちらのページ公開されていらっしゃるんですけれども、ただ現物が欲しいということで私は雑誌調達してきました。本当にありがとうございます。そして最後はお楽しみにしていたストロベリーケーキを食べていきます。うん、すごい、すっごいしっとりしております。いちごは正直そこまで感じないし、言っちゃえばパッケージがいちごだったのかといったぐらい今回のいちごのセットだったんですけれども、でもアンディシャルパンティー様というだけあって美味しいです。やっぱりプロの方が作ったのって食感が違うんですよね。前にいただいた自家製のケーキも食感がやっぱり違うなって言ってましたし、私もこんな食感のお菓子が焼けるようになるように頑張ります。5月こそはお菓子作りもしたいので、ちょっとお菓子のレシピを見たりとかしていたんですよ。推しの小林かなえ様のレシピが公開されているんですよ、とあるところに。なのでそのレシピを見ながら、いつもはレシピを見ないでお菓子を作る私ですが、小林かなえお姉様の書いたレシピなら私は従う。あとですね、やっぱりとってもビッグイベントな推し供給、スパイファミリーのミュージカル、とってもエモかったです。シルビア様、あんな上官欲しいって心の中でときめきの悲鳴を上げておりました。また近々おうちカフェか何かで感想をがっつりとお話ししていきます。乳製品とレモン果汁がいい仕事をしてチーズみたいな効果も出しています。だからって本当にチーズが入っているわけではなくて、このほんのりチーズみたいな風味が美味しいですし、とっても美味しかったです。ごちそうさまです。紅茶は動画を切ってから少しほっこりと飲みたいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ひなでした。